こんにちは。今日はナチュラルメイクをやっていきたいと思います。友達とお茶しに行ったり、ランチしに行ったり、あと打ち合わせですね、日中打ち合わせ行ったりとか、そういう時にね、決めすぎてないけれども、ちゃんとしっかりしたナチュラルメイクをやっていきたいと思っております。で、今スキンケア終わっておりますので、これからベースメイクやっていきたいと思います。それでは始めます。では前髪を止めて早速メイクに入っていきたいと思います。横の髪とかもね、こうやって止めておかないと顔に張り付いてくるので、いつもしっかり止めております。一番初めはこのオバジのダーマパワーリップエッセンス、リップ美容液ですね、これ使っております。唇が乾燥しているのでこれ塗っておきます。なんかね、リップクリーム昔塗ってたんですけど、最近ね、このリップ美容液タイプ塗ってから、もう絶対冬はこれって決めて、それから年中なんか使うようになっちゃいました。すごくね、保湿してるのでとってもおすすめです。では下地塗っていきます。下地はこちら、いつも使っているクレドポーの下地を塗っていきます。 SPF25 なので日焼け止めも入っております。手に取って塗っておきます。日焼け止めもね、塗るときあるんですけども、もちろんね、スポーツする前とか、まあ、化粧しないときですね、日焼け止め塗るんですけども、まあ、ちょっとね、日中お茶ぐらいでしたらベースメイクのね、日焼け止めで私は過ごしております。もっと夏になると別の使ってちゃんとスキンケアした後に日焼け止め塗っております。やっぱ日焼け止め塗らないと結構ね、シミできるんですよね。まあ、肌が強いとか弱いとか、まあ、体質的なものもあると思うんですけども、やっぱ乾パンとか、私は子供の頃からね、そばかすがあるので、結構この辺に出やすいんですよ。しっかりね、この辺中心に日焼け止めはいつも塗るようにしています。もう日焼け止め塗り始めて何年かな、私は中学生ぐらいから塗ってた気がします。両親がそばかす多かったんで、もう両親両方かったですね。だから気をつけようと思って子供の頃から塗っております。下地を塗ったらクレドポーのコンシーラーを塗っていきます。こう開けるとこうカチカチっとするタイプなので、結構使いやすいです。小鼻とか、あと目の下のクマのあたりと、ここのちょっと気になるとこ、口角あたりとかに塗っております。塗ると手で広げています。ファンデーションしなくなって1年以上経つんですけど、もうだんだん慣れてくると、こうやってコンシーラーでね、ちょっと気になるところカバーして粉だけっていうので、もう慣れてきました。最初ね、ファンデーションやめるときってしっかりしたメイクにならないじゃんって思ったんですけども、慣れてくるとちゃんとコンシーラー とお粉をすることによって、きちんとした化粧に見えるんだなって思うようになりました。目、鼻の小鼻のとことか、毛穴が気になるとこに塗っていっております。口角はね、おすすめです。はい、塗りました。で、今回は私ちょっとここにニキビがあるので、このアディクションのコンシーラー使っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。固めのテクスチャーなので、このあたりの色を取ってちゃんちゃんとのせるようにしております。消えました。これおすすめです。いろんな色があるので、ちょっと青いクマとか、まあ、いろいろ使い勝手いいと思います。硬いタイプなので、こうあんまりこう目元とかもうよれる可能性もなきにしもあらずと思って、まあこう薄いところはね、こっちのコンシーラーでやって、例えばもうどうしても消したい、ここに私は水疱瘡の跡があるんですけども、こういうとこは重ねて使ってるようにしています。はい、コンシーラーが終わりました。コンシーラーが出来上がったら、今度は練りチークを仕込んでいきたいと思います。このディオールのスティックグローチークを使っております。これ今年発売されたばっかりなんですけど、こんな感じですね。スティック型になっていて、大変使いやすくて塗りやすいです。これを使っていきます。春コスメとして出てきたんで、昔一回 YouTube でも撮影したんですけども、たっぷりつけてもそんなにピンクって感じで浮き出る感じもなく、こうちょっとね、気になる位置、チークのほっぺたの高さを出したい位置に仕込んでおくと、結構うるっとした感じのなんか蒸気肌に仕上がります。で、この後パウダーをのせていって、でその後また最後にね、チークを少しのせていきたいと思います。こんな感じです。結構がっつり塗ったんですけど、あんまりそんなに濃くないですよね。で、これを指で伸ばしていきます。で、これ最後にのせるとやっぱりよりできちゃうので、パウダー系をのせる前が一番いいと思います。こんな感じです。血色いい感じになりました。すごい光ってますね、うるってちょっとこっからね、ちゃんとフェイスパウダー塗って落ち着かせていきたいと思います。はい、で、フェイスパウダーはこちらジバンシーのプリズムリーブル使っております。5番を使ってます。中はですね、こんな感じになってて、パフを取って、でいつもこうちょんちょんとか振動させて粉を
上の方にこう取って、それを大きめのブラシで取って顔につけるようにしています。額の方からささっと塗っていきます。いろんな粉試したんですけど、まあ、自分の肌にはこれがよく合っていました。で、ジバシの粉もいろいろ種類が出ていて、青っぽいのとかもっとマットなのもあるので、合うやつをねこう試して、でそれ5番をずっと長く愛用しております。反対側も塗っていきますね。お粉つけると結構チーク落ち着きましたよね。なんか血色いいなぐらいで、あ、塗ってるって感じ全然しないです。はい、こんな感じです。では次に眉毛描いていきたいと思います。眉毛はこちらBBブラウンのペンシルで輪郭をね描いていきたいと思います。これすごく使いやすくて、芯がね結構細いので簡単になんかナチュラルな線が引けます。いつも左から描く癖があるので左を描いていきたいと思います。今日はナチュラルメイクなんで、あんまりこうがっつり眉毛を描きません。足りないとこだけね足していって、その後最後パウダーのせていきたいと思います。眉毛のポイントにするメイクだとしっかり描くんですけど、まあ、今日はですね本当にさっと自然な感じの毛に見せたいので、細かく必要なところだけ描いていきたいと思います。こんな感じです。もともとアートメイクしてるので、こう先端は何も今描いておりません。で、今からパウダーを塗っていきます。パウダーはこのアナスイを使っております。このアナスイのアイブロウカラーコンパクト01、私は最近髪の毛をちょっと赤っぽく染めているので、こういった赤系の入ったパレットを使っております。アナスイいろいろ出てて、緑系のパレットもあって、髪の毛をね染めてる方ってしっくりくる色ないなっていう方にとてもおすすめです。で、この大きめの筆で取っていきたいと思います。ちょんちょんちょん、はい、こうやって混ぜていきます。で、眉尻の方ですね、ささっと描いていきます。あんまりねこう細い筆で描くと、せっかく描いたペンシルごとなんか全部持っていっちゃうような感じがするので、もうこの大きい筆に変えてからもうずっとこれ愛用しています。大きい筆やっぱ描きやすいですよ。柔らかめの大きい筆でさっとこう撫でるように描くと、とてもナチュラルな眉毛になります。こっちの先端も少し描いていきたいと思います。はい、眉毛出来上がりました。こんな感じです。次に目をやっていきたいと思います。目はですね、デコルテを使っております。デコルテのアイグロウジェム、これは BE390 番です。もうアイグロウジェムもいろんな種類があって、これはですね結構こう色味が薄めの自然な感じですね。とっても薄くて、であとラメが少し入っております。アイグロウジェムのシリーズはちょっと水っぽいんですよ。なので、まあ、筆で取らずにいつも指で大きい面でこう取って、さっとポンポンポンと置くようにしております。自然な感じです。本当に色もがっつりついてないので、なんかキラッとしてるけど、なんか色味自体はそんなにがっつりついてなくて、でもちゃんと化粧してるなっていう感じが出ると思います。この種類ドレッサーを作った時に、その時言ってたもん全色買いしたんですけど、いろいろ使ってみてポンポンポンと手で使うのが使いやすくて、あとこう明るくなりますね、やっぱふわーっと。だからこの390番はすごくヘビロテしてます。ナチュラルメイクの時は大抵つけています。今度はこちらディオールのバックステージアイパレット使っていきたいと思います。これは002番です。これはナチュラル系なヌーディーな色がたくさん入っているので、ナチュラルメイクしたい時は本当これ使ってこうささっと仕上げております。この色も使いやすいし、あとこの色もすごいかっこいいし、あとまあかっこよくもっとヌーディーよりもちゃんとしっかりしたいメイクの時はこれ使ってますね。この辺もすごく使いやすいです。では今日はですねこの色使っていきたいと思います。はい、取っていきます。で、これをさっき塗ったところに重ねていきます。だいたいそうですね7ミリぐらいかな、結構しっかり塗っていってます。こんな感じです。ほんとヌーディー、これ好き、すっごい好きで、2種類あるんですよね。でもこっちの色の方が私は肌にあったので長く愛用してます。最初はね海外の免税店で見つけて使ったらドハマりして、もう何年もこちらも愛用してます。はい、こんな感じです。で、下も塗っていきたいと思います。今回下はですねこちらの色を使っていきたいと思います。下はこのまぶた塗るだけで顔色良くなるし、あんまり濃い色が厚いじゃなかったらすごくちゃんとメイクしたけど派手すぎない感じになるので、下もきちんと塗っております。こんな感じです。反対側も塗っていきます。こんな感じになりました。
で、アイライン引いていきたいと思います。アイラインはこのアンドビー使ってます。この茶色を使ってます。ラブライナーとこれを気分で使い分けてます。最近これ教えてもらってメイクさんからね、もらったのでこれ使うようにしています。これ描きやすいんですよ。アイライナーってこうデパコスっていうよりも結構こういうプチプラとかドラッグストアのコスメが優秀な気がします。はい、ナチュラルなのですごく細めに引きました。あんまりこう跳ね上げずに自然な感じにしてます。先端細いんで描きやすいです。はい、こんな感じです。で、マスカラを塗っていきたいと思います。マスカラはビューラーで上げて、その後はこちらクリニックを使っております。このクリニックは昔これも教えてもらって一番最初プレゼントいただいたんですけど、もうこれ使い出して何年かな、4年、もうずっとこれ一筋です。なんかメイク落とす時にすごく楽に落ちるんですけど、涙とかこうなんだろう、流した時にべったりつかないしパンダ目にならないんですよ。これ本当に優秀だと思います。で、長さも自然に伸びるし、まあ、そんなにねボリュームタイプじゃないんでこうがっつりつかないんですけど、ナチュラルメイクとかね結構上品なメイクしたい時にはこれずっと使ってます。一塗りでこんな感じになりました。はい、では仕上げに入っていきたいと思います。で、今回さっきですね練りチーク仕込んだのでこれを塗っていきたいと思います。クリニークのベイビーマーブルポップ、ちょっと青みがかったピンクです。さっきの練りチークが、まあ、結構ピンク系だったんですよ。はい、こんな感じだったので色を揃えました。これで下地を作ってこっちで最後ふんわり仕上げていきます。目が結構シックな感じになってるので軽くピンクを足してあげます。こんな感じです。最初に練りチーク仕込んでおくとふわっとつくけどあんまりベタっとついてなくて、しかもちょっと光沢ある感じですね。この感じとても気に入ってパウダーとの重ね付けをしております。はい、できました。そして次はハイライトをやっていきたいと思います。ハイライトはこちらローラメルシェを使っております。フェイスイルミネーター04番です。ね、クレドポーンのハイライトもすごくおすすめで使ってることが多かったんですけど、このハイライトの方がなんかピンクっぽくて血色いい感じに見えます。なのでクレドポーンを使うときは結構ツヤ感出したいときで、このローラーメルシェ使うときはナチュラルに見せたいときっていう風に分けて使ってます。このほっぺたの高い位置とかですね。マスクするので最近ねこの上の目元のメイクいろいろ勉強してます。目のあたりつけてハイライトはおしまいです。それでは最後リップなんですけども、こちらイブサンローラン使ってます。こちらですね、ルージュピュールクチュールベルニウォータースティン、番号は614番になります。開けてみるとこんな感じなんですよ。はい、チークに合わせてねピンク系にしました。でもそんなにきついピンクではないです。しっかりナチュラルにつきます。こんな感じです。口紅とリップグロス両方塗るとすごくしっかりメイクした感出るんですけども、お昼のね打ち合わせとかに行くときはさっとこのグロスを引いて打ち合わせに行きます。こんな感じです。このねリップのいいところはこうみずみずしい感じがするんですよ。もうつけた瞬間ねつるんとするというか、でも自然な感じなんですよ。でベタベタしない、これがすごく良くてこう使ってます。で色もねいろんな種類あるんですけど、これはなんかナチュラル系なので目元をねこうベージュにしたいとか、あとすっぴんっぽく見せるメイクの時にはこれ愛用してます。メイクが完成しました。ナチュラルメイクいかがでしたでしょうか。まあ、これからですね暖かくなっていくといろんなねこう爽やかな色、青とかこうラメが効いたものたくさん出てくるので、いろんなものを使いながらねしっかりメイクしてるんだけど自然に見えるナチュラルメイクっていうのをね色々試してみたいと思っております。皆さんもね気になるコスメがあったらぜひぜひ試してみてください。それではまた。